新宿区は文豪夏目漱石が生まれ育ち、その生涯を閉じた町です。早稲田南町の閑静な一角には、漱石が晩年の9年間を過ごし、三四郎、それから心といった代表作を執筆した漱石参謀と呼ばれる書斎がありました。平成29年、かつて漱石参謀があったこの地に、漱石生誕150周年を記念して、漱石にとって初となる本格的な記念館、漱石参謀記念館を開館しました。漱石と新宿区との関係についてもう少しご紹介します。漱石は慶応3年、現在の菊井町で生まれました。菊井町の名前は、当時この辺りの名主であった漱石の父直勝が、夏目家の家紋井桁に菊にちなんで名付けたものです。また同じように、漱石の生家前にある坂を夏目坂と名付けたエピソードも残っています。この地での暮らしぶりは、大正4年に出版された随筆ガラス戸の内に詳述されています。特に早稲田神楽坂付近の記述は多く、時には一人で、時には弟子たちと共に散策し、買い物や食事を楽しんだようです。漱石の生家の隣にあった小倉屋酒店は今も健在。明治25年から28年まで講師を務めた早稲田大学や、夫人京子が虫封じにお参りした穴八幡宮、幼少期の思い出が綴られている聖観寺として登場する区内最古の梵鐘が残る聖観寺や、漱石が原稿用紙を買い求めた神楽坂の相馬屋など、新宿区には漱石ゆかりの地が数多くあります。このように新宿区は漱石にとって生まれ故郷であり、創作の場であり、日常生活の場であり、そして人生の最後を迎えた場所だったのです。新宿区ではこうした漱石とのつながりを大切にし、昭和51年空襲で焼失した参謀跡地の一部に区立漱石公園を整備、以来多くの漱石愛好者に親しまれてきました。漱石をより実感できる本格的な記念館の整備に向けて、平成29年の生誕150年という記念の前に機運が高まりを見せ、平成23年度には参謀復元の可能性を探る綿密な基礎調査が行われ、24年度に入ると漱石参謀記念館整備検討会が発足しました。検討会においては、土地の記憶に結びつく地域にとって意味のある施設としてどうあるべきか、具体的にどういう施設がふさわしいかなどをめぐって意見が交わされました。こうした経緯から、漱石参謀記念館は漱石を愛する人々のための情報拠点として、資料を収集保管し、展示や講演会などさまざまな分野で活動を進める施設として生まれました。かつての漱石参謀に多くの文学者たちが集ったように、訪れる人々を温かく迎え入れ、心地よい空間づくりを目指しています。
スでは夏目漱石の等身大パネルとかつての漱石参謀の玄関写真が出迎えてくれます。1階は漱石と新宿区との関わりや漱石の生涯、人物像、家族など漱石を知る上で基本的な情報を紹介する導入展示となっています。そしてこの記念館の目玉、漱石参謀再現展示室では、漱石参謀の一部ベランダ式回廊や客間、書斎をできる限り忠実に再現しています。当時数々の名作を生み出した漱石の息遣いが現代によみがえるように感じられます。また漱石参謀再現展示室脇の通路には、記念館整備にお力添えをいただいた全国の方々のお名前を刻んだ銘板を設置しています。その他、漱石や漱石参謀ゆかりのオリジナルグッズを販売するミュージアムショップや、オリジナルメニューを楽しみながらゆったりと図書の閲覧ができるブックカフェも設置し、心地よい空間づくりを目指しています。2階は実資料を展示し、漱石文学や関連人物などについて紹介する資料展示室です。漱石の作品世界では、漱石の作品世界を4つの時期に分けて紹介しています。漱石参謀に住んでいた9年間では、三四郎、それから門の三部作から、遺構となった名案に至るまで、登場人物の心の動きを高い視点から丹念に描いています。パネル展示では、漱石文学の真髄を分かりやすく紹介しています。さらに俳句などの才能にもスポットを当て、漱石の魅力を多角的に伝えています。作品の成立過程を知ることができる数々の貴重な自筆草稿、等身大の漱石が伺える友人宛ての書簡やはがき、愛用の長襦袢、そして作品の初版本は全て所蔵しています。またここでは年に数回企画展示を開催することが予定されています。1階の図書室では、漱石作品や関連図書を多数所蔵し、そのうちおよそ3500冊を閲覧することができます。漱石といえば猫、さまざまなポーズの猫がユーモラスに館内を案内しています。
館の裏手は一般に開放された公園で、ここに猫の墓があります。猫の墓は我が輩は猫であるのモデルとなった福猫の十三回忌にあたる漱石没後の大正9年、夏目家で飼われていた生き物たちを供養するために建てられました。記念館は平成28年起工、平成29年5月末竣工。構造は鉄筋コンクリート3階層で、街並みとの調和を重視し、開放的でモダンなデザインになっています。その後、開館に向けて漱石関連の資料を運び込むなど、着々と準備が進められました。また記念館の前を通る漱石参謀通りも、開館前の8月末舗装工事が完了し、生まれ変わった綺麗な道路が多くの来場者を待ち望んでいます。9月23日、開館記念式典が行われました。区の関係者、漱石の親族の方、地域の方などおよそ200人が参加し、待望の漱石参謀記念館誕生を祝いました。新宿区長、吉住健一からご挨拶を申し上げます。本日はお忙しい中、新宿区立漱石参謀記念館開館記念式典にご来場いただきまして、誠にありがとうございます。吉住区長の挨拶で幕を開け、ご挨拶を申し上げます。漱石のお孫さんで記念館の名誉館長を務める半藤真理子さんが登壇。昭和7年でしたかね、全員でこの漱石参謀を建てるということを賛成してくださったんですよ、議会で。その時も本当にね、素晴らしいなと思いました。もっとリピーターが増えてですね、そして中のものもまたもっともっと増えていくように、新宿のにも主にお願いいたしますけれども、皆様のどうぞご協力いただきまして、この館がますます発達して発展していくようにと、私は心からお祈り申し上げております。そして漱石参謀記念館整備検討会の座長を務めた中島邦彦早稲田大学名誉教授が、記念館開館の喜びを述べられました。本当に座長を務めた人間として感無量でございます。我が輩はここで初めて人間というものを見た。子供の時から損ばかりしている。また子供たちによる漱石作品の朗読や合唱が式典に花を添えました。漱石参謀記念館の開館です。3、2、1、どうぞ。翌9月24日、いよいよ開館です。大勢のお客様でにぎわいました。皆さん、時代を超えて愛される名作の数々やゆかりの品々を鑑賞しながら、漱石の人柄と新宿区との深い縁に思いを馳せていたようです。ご来場の皆さんに感想を伺いました。新宿区に住んでいたということで、身近にすごく感じましたし、その漱石の素晴らしさを体感することができて、とてもいい機会になったと思います。ありがとうございます。非常に漱石に関した一貫したものが集まってるなと。
晩年住まれていたの書斎ですよね。それが再現されているのがとても良かったかなと思います。やっぱり最初にあった初版本とか、あと原稿の複製とか、あと手はがきがすごい見てて楽しかったです。早稲田のですね、馬場下横丁というところで生まれになって、で幼い頃は内藤新宿の四谷体操寺門前ですとかというところで過ごしている。で晩年の最後の9年間がですね、このまさに漱石参謀早稲田南町7番地で住んでらっしゃって、なおかつその最後の9年間というのはまさに油に乗り切ったですね創作活動をやられたというところでございます。例えばそれからの中も含めてですけれども、それから道草ですとか、さまざまなところでですね、新宿のあちこちがやっぱり作品の中に登場するということも含めて考えますと、やはり新宿とその漱石っていうのは非常に切っても切れない関係っていうふうに考えております。偉人としてっていうのだけではなくてですね、一人のその住んでいた人としての漱石っていうのもここで体感していただければと考えております。皆様方に愛される、また皆様方にご支援いただいた形でですね、ぜひ今後とも運営していきたいと思いますので、多くの皆さんにおいでいただくことを願っております。どうぞよろしくお願いいたします。吾輩は猫であるが好きな人、それから門などの揺れ動く男女の心情を描いたものが好きな人、夏目漱石の作品にはそれぞれ思い入れがあるかと思います。漱石参謀記念館はそんな漱石ファンの心を満たしてくれる施設です。新宿で生まれ育った思いの詰まったこの地で漱石の世界を堪能することができます。100年以上経った今も色褪せない作品世界に触れたくなる、そんな記念館にぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。漱石参謀記念館では地域との絆を大切にしながら漱石と新宿区の魅力を発信してまいります。